皆さんこんにちは。なでしこジャパンの中心的存在として活躍した元サッカー女子日本代表の澤穂希さん。なでしこジャパンの代名詞と言っても過言ではないでしょう。そんな澤穂希さんに韓国人ではないかという噂が浮上していたことがあったそうです。今回は澤穂希さんについていろいろと噂されていた話の真相に迫ってみたいと思います。現役当時しばしばブサイクいじりをされた澤穂希さんですが、結婚して別人レベルの美人に変身したと話題になっています。澤穂希さんは1978年9月6日生まれ、東京都府中市の出身です。言わずと知れた元サッカー女子日本代表であり、ポジションはミッドフィルダーでした。6度のワールドカップと4度のオリンピックに出場しました。まずその国際大会の出場回数で言えばレジェンドと言っても過言ではありません。2011年 FIFA 女子ワールドカップドイツ大会で得点王と MVP を獲得しました。そして2011年度 FIFA 最優秀選手賞受賞者でもあります。日本女子代表では歴代トップの出場数とゴール数を記録しています。205試合83得点。中学に入学すると同時に当時の日本代表が多く所属する強豪チーム読売サッカークラブ女子ベレーザに入団しました。通常中学生は下部組織のメニーナで実力をつけてから昇格しますが、当時の監督であった竹本和彦さんの判断で最初からトップチームに引き上げられました。本人はトップチームに入ったものの同じようにプレーできなかったことが悔しくてと述べ、そのため一人で毎日居残り練習を行い、結果として大きく実力が磨かれることとなります。中学1年の夏 L リーグ、現在はなでしこリーグに出場し、3試合目に初ゴールを決めることになります。決勝で世界ランキング1位のアメリカを破って優勝しています。移籍後にはサッカーに専念できる INAC に来てからすごくコンディションがいいと語るなど、満を持たして迎えた 2011FIFA 女子ワールドカップドイツ大会ではキャプテンとして出場しました。グループリーグメキシコ戦でのハットトリック、1得点目は決勝点、準々決勝ドイツ戦での決勝点のアシスト、準決勝スウェーデン戦での決勝点、決勝アメリカ戦での延長後半12分の同点ゴールの計5ゴール1アシストを記録し、日本サッカー史上初のワールドカップ優勝に大きく貢献しました。自身も日本人初となるワールドカップでの得点王と MVP の2冠を達成しています。男女を通じてアジア人では史上初の快挙となりました。なおこの年の男性受賞者はバルセロナのメッシでした。2011年の国際サッカー連盟表彰がスイスのチューリッヒで開催され、日本代表の澤穂希が世界年間女子最優秀選手 FIFA バロンドールに選出されました。そして2012年ロンドンオリンピックで銀メダルを獲得しています。決勝戦でアメリカに敗れるも、自身4度目のオリンピック出場で日本女子代表の史上初のメダル獲得に貢献しました。なでしこジャパンの澤穂希選手が8月8日の練習後、人妻ですと結婚を報告しました。彼とは10年来の友人であり、昨年末からお付き合いをさせていただき、今年に入り結婚を意識するようになりましたとお相手の男性を紹介しました。旦那は元ベガルタ仙台ディフェンダーの辻上弘明さんです。さらに結婚の喜びはサッカーとは全然違うといったのろけまで出ていました。15歳で日本代表に招集されてから実に20年以上にもわたって活躍しました。2016年3月にはイギリスのサッカー専門サイトスゴッカで歴代最高の女子フットボーラー実決の一人に選出されています。2015年12月16日今季限りでの引退を表明し、その後都内で記者会見を開きました。現役最後の試合となった皇后杯決勝 VS アルビレック新潟レディースではスコアレスで迎えた後半33分に CK からヘディングで決勝ゴールを挙げ、有終の美を飾りました。澤穂希さんは在日韓国人だという話が韓国でまことしやかに伝わっているそうですが、本当なのでしょうか。澤穂希さんは在日韓国人だというその一点でYahoo知恵袋に投稿されていました。ただ
澤穂希さんに関する出自に関しては、澤穂希さんに韓国人疑惑が浮上しているのも少々ありますが、それよりも澤穂希さんに似ていると言われている水泳金藤理恵さんが韓国人っぽいという噂が浮上しており、当時はそちらの方が話題でした。ただ噂された当初は澤穂希に似ている金藤理恵が韓国人、澤穂希も韓国人ということでしょう。韓国人という噂については特に何の脈絡もないようです。もちろん日本代表のサッカー選手だったので、紛れもなく澤穂希さんは日本人です。美人になったという噂についてはただのテロップミスでした。それほど変わってはいない澤穂希さんですが、これから勝負師の顔ではなくなってくるので、綺麗になってくる可能性は高いでしょう。澤穂希さんといえば日本の女子サッカー界を象徴する存在です。男子サッカーで言えばキングカズこと三浦知良選手、女子サッカーでは澤穂希選手といった感じです。三浦知良さんは日本人のサッカー選手で史上最高の結果を残した選手といえます。澤穂希さんは2011年 FIFA 女子ワールドカップで日本史上初の優勝に導きました。2011年ワールドカップを制し、日本を勇気づけたことで国民栄誉賞を女子サッカー代表として受賞しました。本当にワールドカップで戦う選手を見て戦う力をもらった、勇気をもらった、そういう日本人は多いのではないでしょうか。日本が大変な時期にあったあのタイミングでひたむきに最後まで体を張って頑張り続けるプレーを見せてくれたこと、その姿だけではなく結果を出してくれたことは多くの日本人にとってとても大きなものだったと思います。そしてさらに続けて2012ロンドンオリンピックで銀メダルを獲得しました、などなど澤穂希さんが所属チームや日本代表で獲得してきたタイトルは書ききれないほどあります。今では日本での女子サッカー、なでしこジャパンの人気や認知度は格段に上がりました。しかしここまで女子サッカー界を引っ張ってきたのは澤穂希さんの力が大きいのは経歴を見れば一目瞭然です。そんな澤穂希選手が逮捕されたとネット上で話題となりましたが、そんなわけはありません。でもこれはなんと澤穂希さんにすごく似ている人が逮捕されたことでこのような噂が出ました。澤穂希さんが創価学会の会員であるという噂があります。これもただの噂ですが、原因は創価学会が発行する雑誌潮に澤穂希さんが掲載されていたからのようです。この雑誌には創価学会員ではなくても有名人が掲載されることはあるそうなので、澤穂希さんが創価学会の会員だと言える根拠はなさそうです。澤穂希さんは以前病気に罹患したことがあります。2012年3月、ポルトガルで開催されたアルガルベカップ2012での遠征中に体調不良を訴え、帰国後検査を受け良性発作性頭位めまい症と診断されました。以前よりめまいがひどく治療をされていたことがあるといいます。良性ということなのでそこまで大したことないのではと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、症例には次のようなものがあるとされています。電車や車など乗り物に乗るとめまいがするようになってしまう、寝て起きる、振り返る、しゃがんだり立ったりするなど体を動かした時にクラクラしてしまう、このように生活の中で頻繁にめまいを感じてしまうのだそうです。症状が軽くほったらかしにしてしまうという人もいらっしゃるというのですが、それは危険だとされています。症状が悪化してしまうと手足の麻痺や視界がはっきりしなくなってくるなど生活に影響が出てしまうようになります。サッカーは体のバランスが非常に大事になってきますので、少しのめまいであろうとサッカー選手である澤穂希さんにとっては致命的なことになってしまいかねません。良性発作性頭位めまい症の原因としては同じ姿勢でずっと居続けてしまうことや枕が低すぎたり枕を使わなかったりすること、睡眠が十分に足りていないことなどが挙げられるのだといいます。つまり良性発作性頭位めまい症という病気は誰にでも起こる可能性があるということです。この病気に関しては普段の生活の中で意識して原因を予防していくことが一番大切だとされています。めまいがあるということをちゃんと自覚し、生活改善や自分の今の症状をしっかりと把握していることがとても重要となってくるそうです。2015年12月16日、今季限りでの引退を表明し、
現役最後の試合となった27日の皇后杯決勝 VS アルビレック新潟レディースでは、スコアレスで迎えた後半33分に川澄の CK からヘディングで決勝ゴールを挙げ、有終の美を飾っています。2015年8月11日に INAC 神戸を通じて、8月8日に入籍したことを発表しました。引退後は辻上博明さんのいる仙台へ転居し、同居を開始しました。2016年7月19日、所属事務所を通じて第一子妊娠を発表し、その後、2017年1月9日、女児が誕生しています。澤穂希選手の引退発表に伴い、ネット上では様々な噂が飛び交っているようです。引退理由は妊娠しているからではないか、もしかして病気であるかもしれない、など確かにどれも引退理由としては最もなものばかりでした。まず疑われたのが、結婚報告があってからの引退ですから、もしかして妊娠おめでたなのではと当時は噂されました。後にお子さんは授かっていますが、当時は全くその気配はありませんでした。もう一つの引退理由として、病気なのではないかという噂も上がっていました。澤穂希さんも何か大きな病気を患っていたのでしょうか。調べてみると、前述の通り過去に良性発作性頭位めまい症という病気にかかっていたようです。最後に丸山桂里奈さんとの関係が取り沙汰されています。引退に際し、ドイツワールドカップの優勝メンバーの丸山桂里奈さんは次のような思い出を語っています。私が初代表の時、同部屋で、辛い時、いつも近くにいてくれた。 W 杯優勝後に右膝の靭帯を損傷した際、一番初めに連絡をくれた。一緒にプレーするのを待っているからと言われ、頑張れた。米国でプレーしていた際、違う環境の中で心が折れそうな時に手紙を送ってくれたと、澤穂希さんとの思い出を語り、続けて次のように述べています。澤さんがいなかったら、ここまでサッカーを頑張れていない。ドイツワールドカップの準々決勝ドイツ戦で、澤さんのアシストで得点したのは一生思い出に残るとしています。澤穂希さんとの絆の深さをうかがい知ることができます。これが少なくとも引退理由になるとは思えません。いかがだったでしょうか。澤穂希さんの血を受け継いだ子供のドリブルがすごいと話題になっています。2017年1月9日生まれなので、2023年5月現在は6歳になるようです。1歳10ヶ月の時のドリブルの映像が披露されたことがあります。公園の芝生の上をドリブルしながらまっすぐに走っていく澤穂希さんの子供の姿が撮影されています。まだ子供というか、歩いてはいるものの赤ちゃんとも呼べそうな子供がしっかりと両足ドリブルをしている様子が映し出されていました。その時の澤穂希さんは娘さんについて、サッカーは教えたことがないし、これは教えでできるものじゃない、本能だと思うと答えていました。またお子さんが1歳3ヶ月の時には、手じゃなくて足でボールを触っていたことも明かされています。さらに2歳になったお子さんはドリブルが上手になり、フェイントもするようになったそうです。レジェンド澤穂希さんの娘さん、将来が楽しみで勝手に期待をしてしまいます。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。